はい、おはようございます。今日は2023年の2月21日と、21日というのは千種区の、角王山というところ の日体寺というところの縁日で、今日天気もいいし、露店が、100軒か200軒出てると思いますけども、いつもはそこへ露店を出して、出してる人の手伝いをねやってたんだけど、最近は手伝いに行ってないんで、その人もね露店出してないと思います。わからないけどね、多分出してないです。で、今多治見市というね、岐阜県多治見市の浜屋っていうところにね、鉄くずとかいろいろアルミとかね、ステンレスかな、そういうものを売りに行って帰ってきました。で、今日はね少なかったんですよね。宝探しに行ったんだけどね、少なくてね、同業者が2台はおりましたが、2、3台ねいたと思うんだね。だからね、先に持ってかれちゃってね、少なかったんでね。だからいつもの3分の1もなかったぐらいね、なんだけど、明日は名古屋の方にね宝探し行く予定にしてるもんだから、ちょっと場所をね開ける必要があるということで、今日もどうせ暇だからさ、売りに行こうと思って、車に積み込んでね、今日来たということで、それで、量的に言ってね、どうだ、5000円から来る、5000円か7000円ぐらいだなと思ってね、来たんだけど、なんとね、1万いくらだったら4000円だったかな。1万2000円か、1万円超えててました、超えてましたね。びっくりしましたね。というのはね、理由は簡単なんです。プリンターのね、その1台7000円のね、プリンターがね、あったもんね。だから、プリンター1つで7000円だったからね。そういう1万円を超えたということでね、ちょっとねびっくりしましたね。前もねいつだったかな、3回ぐらい前かな、4回ぐらい前か、やっぱりプリンターがね7000円のプリンターがありましてね、びっくりしたんですけど、今日はねプリンターといってもねそんなに大きくないね、ファックスと兼ねたプリンターじゃないかと思うんだけど、そんなに大きくないプリンターでしたけどね、それがなんと7000円とすごいなと思って、それで今日はちょっと場所も空いたしね、明日は名古屋でねまた宝探しやれるんだけど、名古屋はね今日みたいに同業者おるんだけど、なんせ面積が大きいからね、同業者がいてもそのだから少ないってことはないと思うんだけど、ね、今日のところはね大きい団地は団地なんだけどね、やっぱり2トン車ぐらいでね集めとる人もおるからね、それから軽トラックねで集めとる人もおるから、そんなのがね先に集めたらねそれはないですね。そういうことでね、今日天気がいいしね、暖かいし、風はね、風がちょっとあるんだけどね、風がもう大体冷たくないね、完全に春モードになってますね。このままで、多分このままね、春になってくると思いますけどね。それで今日は今ね、時間が何時だったかな、12時ちょっと前ぐらいだね。今日家に
に飼ってる錦鯉をね場所を移そうかなと思ったけど、だから移すと大変なんだよね。水がいっぱい入って200リットルぐらい、200リットルぐらいね水が入ってるからね、それを他に移して、それでさ、あの錦鯉を移してまた水を戻すとか言ってやる、えらいことやなと思ってね。もうちょっとまだね寒い日があるかもしれんからね、どうしようかなと思って。まあだけど、まあ、どっちかというと今ねあんまり見るのに不便なところにね置いてあってね、あんまり通らんとかね、そこに邪魔にならんところに置いたんだけど、もうちょっとね玄関先 の通りがかりにちょっと見れるところにね移そうかなと思ってるんだけど、まあ、今日別に今日やらなくたっていいんだけどね。でね、ポンプでね水を循環させてね、それでスポンジみたいなので水をきれいにするようにしてあるんだけど、ポンプがねやっぱりね回しっぱなし、何日も回しっぱなしだもんだからね、ポンプがね壊れちゃうんですよ。んでね、でまあ壊れちゃうから、まあ、どうせ次のポンプ、まあ、次ポンプ探してきてね買えりゃいいんだけど、まあ、だけどそのまた壊れちゃうから、まあ、今は水道の水がねちょろちょろ出してあるんです。ちょろちょろちょろって感じでね、そうするとまあ常時水はきれいになってるって見るとね、だからだけど水温はね、まあ、水を循環させたらね16度から17度ぐらいになるんですけど、水を循環させるとやっぱりね15度ぐらいに冷たくなってるわな。まあそれはそれで15度ぐらいだったらなんとかなるんだなと思うんだけど、ヒーターが入ってるんだけどね、ヒーターが入ってるけど多分家庭用のヒーターだから、家庭用の金魚かなんか飼う水槽のヒーターということで、能力がまあ小さいわけね。まあないよりいいだろうということで、それでやっとるんだけど、まあいずれにしても今年の冬は超えることができ、もう要するにその錦鯉ね、錦鯉と船で全部で15匹ぐらいおるんだけど、まあなんとかね冬は越せれたかなと、まあ、思ってるんだけどね。右も死ぬこともなくね、冬越せれたって感じだけどね、わからないけどね、まだね。まあ、それから家の中でね、メダカを10匹飼ってるんですよ。メダカを買ってきてね、飼ってるんだけど、メダカはね、もう意外とね、小さくて弱々しいんだけど、その丈夫でね、1匹も死んでないんですよ。だから、メダカって強いんだなと思ってね。まあ、1匹や2匹や3匹ぐらい死んでもしょうがないかなと思ってね買ってきたんだけどね、1匹も死なずに、ね、まあ現在、まあ、何ヶ月か経ってるんでね、まあこのまま春になる、なるんじゃないかなと思ったんだけど、でメダカもね外に出そうと思ってるわけ。ちょっと大きめのなんていうかな、花瓶みたいなねでかいやつがあるんでね、花瓶じゃないな、植木鉢の大きいようなそんな感じの、ね、水が溜まるようになったんだけどね、それがあるんでね、それにこの間水を変えてね、水道の水入れてあるんでね、でもう3日ぐらい経ってるから水道の水でいいんだけど、まあ、それでメダカもその場所にね移そうかなと思ってね。でメダカはね空気ブクブクってやつ、あれやらなくてもねメダカは生きてるそうなんだから、電話して聞いたんだわ、メダカ売っとるとこにね、メダカって空気やらないかんかって言ったらね、それはやった方がええけどやらんでも大丈夫ですよっていう
話だったな。でね、あのあれがあるで、浮き草が、なんとか言ったら、ホテイアオイって言ったかな。浮き草ね、金魚の、あの鉢に入れる。あれがね、売ってないんですよ。まだ今ね、寒いから。もうちょっとしたらね、売られると思うんでね。で、あれ結構大きくなるんですよ。しようかなと思ってるんだけどね、まあ、今日はねこのマリア連れてきたんだけど、マリア顔出せん。マリア13歳ぐらいだし、ちょっと顔出すの嫌がっとる。顔出すのものすごい嫌がっとる。わかるかなこれ、顔出すの嫌だと思ってて、顔出せん。まあ、大体車でどっか行くときは必ず乗せて行くんだけど、乗せてかんとものすごい騒ぐんでね、乗せてどこでも行くんだけどね、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいの。これ結構大きいからさ、場所取るけど、泣きはしないけどね、大人泣くってこと、あ、その泣くってのは犬の散歩しとる人がおるとね、その犬に対してわわわわってこう泣くんだな。犬見ると泣くんだ。ちらもんでね、猫見てもなあかんねん。わかるんだ、ね、猫とか言って。だからね、その散歩してる犬を見た時だけわわわわって、ね。まあしょ、まあそんなそういうことだ。はい、まあそれで今日はこれから帰って、ね、最近ね、家におるとね、ついつい色々食べちゃうのね。まあお菓子とかじゃなくてね、まあ、色々あるんだよ、食べるものがね。それ食べちゃう。でね、その食べ過ぎるとね、あれなんだろう、しゃっくりが出るの、食べ過ぎるとね。だから今ね、ちょっと食べるの控えとるかな。でだけど家におるとね、ついつい食べちゃうから、ある食べるものがあるもんだからさ、食べちゃう。だからまあ家におらんで、じゃあ家におらんで、じゃあどうするかって、コンビニにおって、コンビニにまたね、いくらでも食べるものあるもんだから、まあ、このぐらいならいいだろうみたいな感じで食べちゃう。だからコンビニにも行けねえしね、だから困ったなと思って、行くとくらい、まあ、食い意地が張っとるんだね。でついつい食べ過ぎちゃって、それでそのチャックが出る。のね、調子が悪くなるとしゃっくりが出るんだけど、まあ、原因はね、食べ過ぎでそのしゃっくりが出る、こういうことなんだけど、まあどうにもならん話だけど、まあ、今日はだからどうしようかなと思ってね、まあ、今日は暖かいからねいいんだけど、まあ、これから家に帰って味噌汁でも作ってね、味噌汁作って、その味噌汁の一部でおかゆみたいにしてご飯入れて、でまたちょっと煮るわけね。そうするとおかゆみたいになるので、それを食べようかと思ってね。もう腹具合を良くするためにそういうことをしようかなと思ってね、まあいろいろ考えたんだけど、まあだけどそれより前に今日1万2000円も入ったからさ、ほら持っとると使っちゃうでね、気が大きくなって使っちゃうから、まあ使う前に今から
万ぐらいだった、330万ぐらいなんだけど、まだまだあると思うのは、だからビットコインに買うにするか、エイダにするか、柴犬にするかって、まあそういうことなんだけどね。まあ値上がったら売るんだったら柴犬だ。だけどずっと持っとるんだったら、まあそれはエイダか、あのビットコイン、どっちかだな。まあどっちでもいいけどさ、まあビットコインのは無難じゃ無難だ。まあどっちにしたって1万5000円を送金して、買うのはその後考えりゃいいからね。スマホでピッピッピッってやら買えるから、見てね、さ、どうしようか考えるということでね、いいんじゃないかと思う。そういうことで、あれ、なんか出たな。温度が上がりすぎたかな。あれだな。容量がいっぱいになっちゃったから、どっちかだな、これ。カメラの SD カードが容量がいっぱいになっちゃったか、それともカメラが熱持ったから録画できませんと、これかもしれない。まあどっちでもいいんだけど、それをちょっと見ようか。まだ字が出とるね。カメラ一時停止してますな。本体の温度が上昇したために一部カメラができませんと。でも回っとるけどな、カウンターは回っとる。録画されとんじゃない、知らん、わからん。こういうとこでね、本線に入ると危ない。まあそういうことでね、まあとりあえずその16銀行に行きますわ。それで1万5000円送金して、送金手数料は多分450円ぐらいかな、だと思う。まあそのぐらいですよ。まあそれで、まあビットコインにしとこうかな。ビットコインだったっけ。それで今日は天気いいもんで、まあ多分これなんか外でなんかやったら暑いよな、汗出るかもしれない。
総裁メタさんという人がさ、学者出身だらしい、ね、決まったんだけどさ、まあ、YouTube でも誰も、まあ、言ってないというか自分が聞いてないのかもしれないけど、誰かが社長を引き受けたみたいな、そんな話でね、だと思うけどね、はい、まあそういうことで、これに懲りず皆さんまた来てください、お願いします。